千代が向かった先に、おちょやん。三つ江は一線を越えてしまいました。福助と駆け落ち。これで幸せになれるとは限らない。いや、一緒だから幸せになれると思っているかもしれない。しかし、駆け落ちした若い二人が待つ現実は、お金のこと、住むところ、仕事のこと、その他、たくさんの苦難が待ち受けているのは誰でもわかっていること。だから、皆が心配する。特に、親である静谷宗介は、胸がかきむしられるほど心配でしょう。第55話のお話は、舞台が終わり、千之助が見せた母親の無償の愛を、一平が、悔しいけど、おもろいわ、と言った。そんな一平を見ていた千代は、はっとして、駆け落ちをしようとしている三重のところに駆け出していった。千代は三重に、何度でも言い続ければいつか許してくれる、と三重を説得した。駆け落ちしたら一生静谷宗介に会えなくなる。うちはそうなってほしいない、と。そこへ静がやってきた。三重は自分が間違っていたことを謝ると、両親と同じくらい福助のことが好きなのだと、改めて結婚の許しをお願いした。静は、ついといで、と、三重と千代を連れて福富楽器店に行くと、お菊姉さん、三重と福助さんを結婚させてください、と。そして2ヶ月後、福富では花嫁衣装の三重がいました。第55話はこのようなお話になるようです。千之助が演じたマットンばあさんで千代の心が動かされたようです。舞台が始まる前に静の落ち込んだ顔も見ていたから、三重の頼みも何度も聞いてきた千代だから、母娘どちらの感情も千代には痛いほど分かったのかも。静は、三重の人生は三重のもの、それを忘れ、自分の感情だけで反対していたことを反省したのかもしれません。そして2ヶ月後、三重には幸せが待っているようです。よかったですね。第54話のお話は、マットンばあさんの稽古、千代、一平、あっぱれ、小山田は真剣にやっているが、千之助はセルフ棒読みでやる気がないように思えます。というか、台本にはないアドリブを考えているのかも。考えてアドリブをやるというのも変ですが、とにかく違う方向で考えているようです。それを黙って見ている熊田。彼も他の劇団員同様、千之助には何も言えないようですね。演劇のことは役者に任せて、営業や広報の仕事だけをやっていればいいと考えているのでしょうか。稽古が終わり、千代と一平が帰りに話をしていましたが、やはり千之助の態度には不満があるようですね。一緒にやっている仲間のはずなのに、一人だけ外れた行動をされると面白くないものです。悔しいことは、一平が座長だけど注意もできない。注意すれば、やめる。この一言で何も言えなくなってしまう。悲しくも、この鶴亀家庭劇は千之助一人で客を集めているようなもののようです。岡安に着くと三重が出て行こうとしているところを千代が見つけ、彼女は逃げようとしましたが、もうこうするしかあらへん。しかし千代は、うちが五両さんを必ず説得するから、と言いますが、三重は、無理やって、と。確かに前回の静と菊がぶつかり合ったところを見せられると、不可能、無理、
絶望、このような言葉以外見当たりません。二人が結婚できる可能性はゼロ。もう三重と福助に残された道は、静と菊のいないところへ行くしかない。それでも説得するという千代には、4年前はうちがあんたを逃がしたったやろ?と、この言葉で千代は何も言えなくなってしまいましたね。三重は4年前、体を張って千代を逃がしてあげました。千代にはその代恩があります。あの時の逃げると今回の逃げるは意味が違いますけど、どちらも逃げる、本人の希望。千代はもう三重が逃げることを止めることはできなくなってしまったようです。翌朝、千代と一平が岡安の1階に降りてくると、大騒ぎになっていました。三重がいない。書き置きには、今までお世話になりました。ベタな文章ですが、一番わかりやすいです。駆け落ちします、ということ。宗助はおろおろしているし、静は三重の着物を抱きしめて放心状態になっています。千代には三重の幼い頃の話をして、どれだけ三重が大切だったのかを話していました。泥だらけになって新しい着物をねだる三重。静は千代に、どうしたと思う?と。千代は、きつくお灸を据えたんちゃいますか?と。厳しい静ですから、普通はそう思いますよね。しかし、新しく買ってあげたと。その時の三重の笑顔が忘れられない、今でも宝物だと、静が涙を流していました。結婚に反対したことを後悔しているのかもしれませんね。しかし、今の千代には三重を心配している余裕はありませんでした。舞台に上がる寸前まで考え込んでいる千代に、一平は、役者やろ?今は芝居のことだけ考え、と。千代も今やお客さんの前に立って演技をしてお金をもらうプロの役者。何があっても芸をしなければならないのでしょう。舞台では千之助が登場シーンでもないのに入ってきて勝手に演技を始めたようです。千代や他の出演者も慣れてはいるようですが、何をしてくるのかはわからない。何でもかんでもマットンのせいにして、と千之助が言うと客席は大爆笑。しかしその後、けどな、嬉しゅうおます。ちっちゃい頃から無理言われてきましたけどな。頼りにしてくれはるんやなって。うれしゅうてうれしゅうて。これからもマットンを困らせてくれなはれ。本当の母親にはなれないけど、あんたらの無理を聞いてあげるんがマットンの喜びです。と。これが千之助が表現したかった母親の無償の愛なのでしょう。血はつながっていなくても母としての愛情は表現できる。血はつながっていないからこそもっと愛情を感じることができる。血はつながっていないのにこれだけ愛情を捧げることができる。千代も一平も演技を忘れたかのように一瞬止まっていました。舞台が終わった後、一平も悔しいけど、一平の役者としての器は千之助にはまだまだ届かない。そして千代は何かに気がついたようです。母の無償の愛なのか。千代が走って向かう先は三重がいる場所のようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。